ました。では最後に献金の時計をしたいと思います。荒川聖選挙会の山本和香婦人伝道師は6月24日に召されたと思います。So,告別式、お葬式はない。今日の礼拝がその記念の集会なんです。ですので私、先週の水曜日の荒川の祈祷会に出席しました。15分ほど証しの時訪問させていただきました。またいわゆるお香典、お花火を、はい、牧師に差し上げて帰ってきました。ということで、感謝をしております。98歳ですね。23歳から98ですので、おそらく75年ぐらい奉仕をされたと思います。つい先月まで現役だったわけです。引退してすぐなんかガタガタと弱くなって、はい、召されてるんです。お手紙とサクランボを送ったりしましたけど、どうも間に合わなかったようです。この盛岡教会を開拓し、伝道し、会堂を作ったのは、その荒川の教会のこれは、そうです。And there was a work that by 荒川
二人の牧師が10年間、それで私が今こうして49年目に入っているわけです。10年間働いて、二人の牧師が5年ずつ。Two pastors worked, each pastor worked for 10 years here, and then after that I have worked here for about 49 years. ですから、59年経った。ということで、神主さんしたいと思います。ありがとうございました。また See you, see you. ありがとう。あとはセンターでカトリン・ブライアンたち、はい、オーストラリアの南部クリスチャンカレッジのメンバーは、はい、2週間ほど日本にいて、そして帰られたんですね。マージャンの時持ってて感謝しております。はい、またヨシコ牧師はあのサポートを差し上げました。あとはフィリピンのミーファさん、ヤーバさんたちは今この IS ですね、アブサヤフと言いますけど、そのアブサヤフと IS が一緒になっていろんな問題を起こしているところです。Do you remember to pray for protection for them? 藤森兄弟の孫さん、翔ちゃんはあの高校に入って、はい、神奈川県で高校生。ゆうとさんは受験の勉強やってらっしゃるようなので、どうぞ覚えてもらってあげてください。ということで、他に何かありましたら、それで1分間、1 minute, please pray for them. ご一緒にお願いします。ありがとうございます。それでは聞いてみます。